石川藤は、日本の技術者、実業家、工学博士、日本カーボン創立者、初代代表取締役社長、電気科学協会第11代会長、炭素協会初代会長、長野県生まれ、1910年東京高等工業、学校電気科学科卒業、学科の1年先輩に、富山田もつがいた、同年設立された東京カーボン工業所に、 技師長として入り、電極の国産化に成功。1915年には、原富太郎ら横浜財界の支援を得て独立して、日本カーボンを設立。日本における安定的炭素工業企業の先駆けとなった、同社初代代表取締役社長。1930年工学博士。1933年の電気科学協会創立に参画し、 同協会監督支部長も務めた。1934年日本学術振興会第18委員会電気材料小委員会文化会主佐。1940年日本有機監査役。1948年炭素協会初代会長。1951年電気科学協会会長。倉前工業会理事長。倉前工業会館代表取締役会長。 理解用のため体調を崩し、1953年に山納病院で死去。石川聡子を元日本カーボン代表取締役社長は、養子で、その妻は奥村際を元内各情報局次長の子、ありがとうございます。